旧大阪府結核予防会大阪病院大阪副十字病院は、一般財団法人大阪府結核予防会が、大阪府寝屋川市に設置する病院である、救急国事病院に指定されている。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院、結核病床を30床有している、大阪府の救急医療体制、 大阪府健康医療部保健医療室医療対策課、救急災害医療グループ。2020年6月30日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。2020年6月30日閲覧。遠隔。大阪結核予防会大阪病院。2020年6月30日閲覧。 大阪府九十字病院会員名称変更のお知らせハット ABCDEFGHIJ 大阪府医療機関情報システム大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課企画調整グループ2020年6月30日閲覧第二種感染症指定医療機関の指定状況厚生労働省2020年1月20日閲覧 AB アクセス。大阪府十字病院。2021年7月10日閲覧。モルヒネ10倍投与。末期がんの70歳死亡急性中毒か大阪府警が捜査。毎日新聞2019年12月11日19時32分。2020年8月16日へ閲覧。異常し届けず、病死大阪の病院。入浴事故疑い。 産経新聞2019.121812時29分2020年8月14日閲覧ありがとうございます。